隊の F-15 戦闘機2機が進入します。攻撃に先立ち進出した敵部隊の様子を確認します。右手上空をご覧ください。観測ヘリコプター2機が進入します。航空警察により赤の台および白の台一帯の敵像を再度偵察します。右手上空をご覧ください。ヘリによる空中潜入、いわゆるヘリボーンにより偵察部隊を潜入させるため対戦車ヘリコプターと多用途ヘリコプターが潜入してきます。からの射撃により降着予定地域の制圧を行います。続いてオートバイを搭載した多用途ヘリコプター2機が進入します。オートバイ2両を射殺中です。オートバイは敵の陣地地域を偵察します。行ってまいります。こちらの軍隊、引き続き後方中心を偵察する。こちら偵察小隊長了解。小隊は威力偵察により速やかに敵情を解明する。するための射撃陣地を占領します。右手上空をご覧ください。まず地上の部隊を援護するため対戦車ヘリコプターが進入してきました。
車をご覧ください。長い方針を斜め上空に上げて射撃準備をしているのが特化部隊です。この車両から打ち出された砲弾は数十キロメートル飛びます。本来であれば苫小牧付近に展開して射撃することになります。特化部隊が射撃します。大きな音がしますのでご注意ください。手前をご覧ください。レーダーを回し上空を警戒しているのが高射部隊です。みんな雨ポーッと落ちてる。戦闘団は青の台前方に作られた障害を処理します。左手をご覧ください。敵ヘリコプターが我の障害処理を妨害するため侵入してきます。右手滑走路に展開した高射部隊が飛来した敵ヘリコプターに対し射撃を実施します。こちら高射中隊長、目標発見、射出。待機よーい。撃て。撃て。滑走路正面、青の台をご覧ください。大きな角を前方に突き出したような車両は停車橋で、河川などに橋をかけ、戦車を通過させることができます。